こんにちは、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ライダーマスコレベストセレクション3です。前回の動画でこの仮面ライダーのマスコレボリューム11を開封して、バースとかギルスとか結構いいのが出ました。そしてラインナップは全14種類ですね。この昭和系から平成系まで網羅したラインナップになってます。では早速中身を確認していきたいと思います。ではまず1つ目開けます。何が入ってるんでしょうか。ちなみにちょっと気になったのは、ライダーマンはこの上の部分だけなんですね。さすが。いきます、せーので。なんだろう、何、ザン、お、 RX。 マスコレ4つ目にして初昭和ライダーですね。はい、中身はこんな感じですね。前後パーツと触覚も入ってました。じゃあはめて触覚も取り付けます。というわけで一つ目は仮面ライダーブラック RX でした。平成ライダーに見慣れてたんで、久々に昭和ライダー見ると結構さっぱりしてますね。ただ複眼のデザインも綺麗ですし、なかなかの完成度ですね。ちょっと後ろは寂しいですかね。じゃあ二つ目いきましょう。よし。第一希望はゼロノス。じゃあゼロノス来い。ずっと、お、これは1号 ?2 号 ?1 号だ。やった1号。原点ですよ、仮面ライダーの。はい、中身はこんな感じで、今回は結構パーツが入ってますね。1号とか嬉しすぎる。ま、仮面ライダーファーストのリメイクされた1号もデザイン好きですよね。これは昭和のデザインですね。じゃあ触覚をつけて、はい、できました。中身は仮面ライダー1号。リニューアル版ですね。ということは、以前に出たやつより、まあ、造形とかカラーリングが少し修正されてるんでしょうね。いや、嬉しいな、もう。仮面ライダーの本当に原点ですよね。複眼も綺麗ですし、ちょっとこの目の下の部分は、レザーっぽい感じになってますね。また100円で買った割には、かなり当たりのものが出ました。でも、ゼロノスか、アナザーリと欲しかったな。はい、というわけで、100円のワゴンセールで買ってきた5つのマスコレを開封した結果が、こんな感じになりました。もう5個もあると、ちょっと他の種類も集めようかな、どうしようかなって気になってきます。ただ実はもう一つ買ってあるんですね。これはライダーマスコレのベストコレクション対決編ですね。おそらく最新のマスコレだと思うんですけど、ライダーで僕の一番好きな作品の仮面ライダーオーズのオーズとアンクが表紙になってるんで、一つだけ買ってきました。しかもこれラインナップが相当いいんですよね。何を引いてもハズレがなさそうなので、次の動画ではこちらを開封していきます。以上、ライダーマスコレベストコレクション3の紹介でした。